キエイは3本マスト800トンの復讐ジャンク貿易船である。1846年から1848年にかけて希望見ぬよ回ってアメリカやイギリスまで航海したことで知られる。キエイは1846年8月に香港のイギリス人ビジネスマンによって新国船を外国人に売ることを禁じた。当時の真の法律を無視して秘密裏に購入された。 この船は満州人の官僚であったキエイにちなんで名付けられた。そして12人のイギリス人水夫と30人の中国人水夫を乗せ、イギリス人船長チャールズ・アルフレッド・ケレットが指揮を行っていた。航海の概略は以下の通りである。中央のジャンク船がキエイによる海画、水彩が C1853855 ニューヨーク市立博物館キエイは、 ニューヨークを訪れた最初の新国船だった。この船は1847年7月にマンハッタン島の南端のバッテリーに盛大なファンファーレに迎えられながら闘病した。この航海についてキエイの水夫は腹を立てていたが、それは理解できるもので、なぜなら彼らは香港からシンガポールとバタビアへ向かう8週間の航海契約にサインしただけであった。 26人の水夫が当地で船を降り、関東に戻るカンダス号に乗船した。カンダス号は1847年10月6日に、新国へ出版した。キエイは当地に数ヶ月とどまった。1日あたり4000人にも及ぶ監修が25セントを払って、キエイに乗船し、船のデザインやクルーを見て回った。アメリカの有名な工業士であった、PT バーナムは、 ニュージャージー州の放剖剣に、キエイの複製を作り、おそらくイクニは、キエイの水婦も混じっていたのではないかと思われるクルーと、共に公開していた。しかし当時のブルックリン・イーグルス氏によると、バーナムの雇ったクルーたちは、3分の1が白人、3分の2が黒人もしくは、ムラートと書かれているので、キエイの本物の水婦はいなかった可能性もある。また、1847年の、 ボストンイーブニングトランスクリプト紙にとると、キエイは1847年11月にチャールズリバーブリッジを通ってボストンへ寄港したとされる。キエイが到着すると、感謝祭に集まった4、5000人を含む多くの群衆が詰めかけた。キエイの到着を記念して、英国で作られたメダルキエイは次にイギリスに向かった。2月28日の暴風で、 搭載していた二隻の棒音が壊れたほか、全小犯が破れ、後期に鉄張りした火事が使えなくなった。この調子外などではない、中国独自の方法で作られた火事の修理の際、未登航開始が溺死してしまった。キエイの来訪は新聞記事で速報された。キエイは1848年3月にイギリスに到着し、来航に敬意を表してメダルが作られた。 メダルには以下のような文言が刻まれていた。1848年4月1日のイラストレーテド、ロンドンニュース誌の記事記憶についてのイラストレーテド、ロンドンニュース誌の記事、1848年記憶はイギリスにおいてその対抗性が優れており、実際に自身の限界を超えて見せたとして称賛された。大勢の人々が船を訪れ、その中にはビクトリア女王や、 その他のイギリス王室の一員も含まれていた。1848年7月29日のイラストレーテッドロンドンニュースの紙面には以下のようにキエイへの訪問について書かれている。タイムズ紙もまたキエイへの訪問をレポートしている。キエイはチェシャー州ロックフェリーのクリッピン・ワンド・ォスター社に売られ、ロンドンからマージー側に蒸気タグボートシャノン号によって牽引された。 到着は1853年5月14日だった。そして、ロックフェリー引き上げドックに一般公開のために経流された。1853年7月29日から、経緯は外国の港へ3週間後に出発するための準備に入った。しかし、それに代わって、学術調査のための解体が、レッドヘッド、ハリングそして、ブラウンの造船所で行われた。 キエイのその後は、プリマスデイボンポートジャーナル氏が1855年12月6日、木曜日の紙面で以下のように報じている。19世紀末、広州で経流されている大型の貿易用ジャンク船、ケーラン紙写真キエイの大型模型が、香港海事博物館に展示されている。この模型は、当時の資料と伝統的な復讐ジャンクの調査に基づくイメージを、元に作られた。 縮尺は12分の1で有名な航海を行う以前にすでに使い古された船であったことから意図的に古めかしく作られている。ありがとうございます。